レイです。皆さん明けましておめでとうございます。私ルイはラブママ復帰しました。イエーイ、ただいま戻ってまいりました。今日は私のウェブ表紙を撮影していただけるということで、なんと娘も一緒に撮影していきます。今年もレイがウェブ表紙です。ありがとうございます。そうだ、去年はキーちゃんと振袖を着てやらせていただいたんですけど、今回は娘と一緒ということで本当にありがとうございます。ということで撮影頑張ります。どうですか心境は。いや、そもそも1ヶ月検診とお宮参り以外外出も初で。あ、そうなの。そうなんですよ。だからいろんな意味で新鮮、ドキドキです。そっか、あ、お宮参りも終わってるのか。お宮参り、上の子の七五三と一緒にやりました。娘ちゃんの名前って公表するの？公表しないです。なんかいいあだ名もあるんですか？なんか息子の時はペロくんっていうあだ名が、自分たちでやってる YouTube のオープニングでペロってやるから、そっから視聴者さんから募集してつけてくれたんですけど、うんうん、今それを言わなくなっちゃって。あ、え、そうだっけ。そうなんですよ。 今は息子の声で、あ、そうだ、途中そう入ってるんで、ありがとうございます。あだ名作れなくて、だからもう息子娘って呼んでます動画で。娘っちとか言って呼んでます。お固めなし。お固めなし。ラブママ休んでる間、なんかどんな心境だった？ラブママ休んでる間はたっぷり休んでました。TikTok とかラブママの YouTube とか休んでる間も結構見てたし、リモートでも撮影させてもらってたんで、がっつり休んでるって感覚あんまないかもしれないですけど、ちょっとだけだもんね、うんうん、顔を、子供たちの顔を公表してないから、やっぱり子供たちの撮影って私みんなより少ないじゃないですか、うんうん、何もかかわらず一緒に出させてもらえるっていうのが、これまた新鮮で嬉しかったです。マタニティは雑誌でやったから、はい、今度はニューボーン、確かに不思議。あの時お腹にいた子が。出産どうだったの？息子の時に比べたら13時間くらい短かったんですよ、時間が。あ、そうなの。はい、マシでした。もし3人目があったら絶対無痛にしてやるって叫んでました。今回のウェブ表紙のイメージはどんな感じなんですか？ピンクがメインなので、ちょっとガーリーな感じにしてもらってます。めっちゃ可愛い系で、はい、行きましょう。行きましょう。完成しました。かわいい、ありがとうございます。今後の働き方について詳しく知りたいなって思います。会社に所属してるわけじゃないので育休とかは取らないんですけど、まず旦那は育休を取ってくれてて、リモートでしてくれてて、疲れちゃった時とかは頼ったりとかもしてるんですけど、基本的には育休産休は取らずに YouTube とか撮影とか案件とかも変わらず、もう10月11月から入ったもの、スケジュール決まってるものもあるので、それはお休みを取らずやってます。今後ラブママの撮影とかも現場に一緒に下の子は連れてって、しばらくは一緒に行動するのかなって思ってます。産後で、はい、体型の変化あったの？多分見た目は全然戻ってなくて、トータル9キロから10キロくらい太ったんですけど、産後今1ヶ月超えてるんですけど6キロくらい痩せて、やっぱ骨盤も広がってるから下半身が特に気になるので、娘が寝てる間にちょっと軽い運動したりとかして、次の撮影までに頑張って痩せないとなって思ってます。ちょっといつもの感じと雰囲気がだいぶ違うんですが、これから撮影に向かいたいと思います。いい感じ。メイクもちょっといつもより濃いね。濃いです、うん、だしいつもよりキラキラです。しっかり、かわいい。パールのカチューシャとか多分初めてつけましたね。はい、横向いて。はい、あ、かわいい、いい感じ。ハーフも綺麗。やったー、うん、いい感じです。はい、ということでスタジオに着きました。今は娘のおくるみを着替えさせてくれるのにプロの方が連れて行ってくれました。回収されました。
見通しになりました寝てくれてるのでこのうちに撮れると思います。すごいね。すごい。撮影協力お願いしたのはアジュールフォトさんです。乳房フォトとかあとマタニティフォトとか1歳のお誕生日の写真とかもやってるそうなのでもし気になる方がいたらチェックしてみてください。あと赤ちゃんが着る衣装の種類もすごい豊富だったのでインスタグラムとかホームページに参考の写真とかも載っているのでぜひここからチェックしてみてください。アジュールフォトさんの写真は写真なんだけど触れたくなるような温かみのある写真をたくさん撮ってくれます。もし詳しく知りたい方がいたら概要欄までチェックお願いします。めっちゃ可愛いです。天才だ。めっちゃ可愛いです。めっちゃ可愛い。頑張ったね。お疲れ様です。大丈夫ですか？私は大丈夫です。はい、じゃあお疲れ様でした。結構長かったね。はい、娘も頑張ってくれたので楽しく撮影できました。出来上がりが楽しみです。うん、めっちゃ可愛かったです。嬉しい。ありがとうございました。素晴らしかったです。ラブママ復帰しての意気込みをお願いします。はい、無事に体も回復してきたしちょっと慣れてきた頃なのでまた YouTube の撮影も他のいろんな撮影とかも力を入れて去年以上に頑張っていきたいと思います。ファンの皆様もう妊娠を報告した時から出産まで本当にたくさんの応援とお祝いのコメントありがとうございました。たくさんね嬉しいコメントももらったので無事に帰ってこれてこうして楽しい撮影ができてすごく嬉しく思ってます。みんなの応援のおかげで楽しく活動できてるのでこれからも期待に応えられるように頑張ります。ありがとうございました。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。